みんな準備はいい？なんだか旅立ちも慣れてきちゃった。クラウディアやレントにはこれが日常なんだね。だからって何も感じないわけじゃねえぜ。故郷を出るってのは特にそうだ。うん、だから思うの、旅立ちは楽しいもの、お土産を持って帰る時のことを思えばいいだね。まあ今度の旅の目的はワクワクできるようなものじゃないんだけど。あの二人を探して聞けることを聞いて、とっとと忌々しい宮殿の謎を解かないとな。それじゃあフォーレまでアンペルさんとリラさんを探しに行こう。ネメド地方、当たり前だけどクレリアとは全然違うな。昔の空剣島と比べてもすんげえど田舎だな。普段ならこんな大船は寄港しない辺境の里ですから。空剣島の照りつける暑さと違って蒸し暑い感じがするね。ちょっとだけ地図を見たけど、広大な森林と湿地帯が近くにあるみたいだね。こんな場所まで調査に来たのか。相変わらずだな、あの二人は。アンペルさんはライザさんのお師匠様という話でしたよね。大丈夫でしょうか。あの二人なら大丈夫だよ。きっとずぶとく過ごしてるはず。そうだね。あまり大きくない里なら人探しも難しくはないのかな。まあ当たるだけ当たってその反応で状況を探ればいいさ。さすが、こういう時は頼りになる。うん、どうした青。ほらあれ、見慣れない道具が。さすがタオ、細かいところにも気づくな。こんな土地にしては随分と高度。錬金術か。どうだろう、調べてみないとわかんないけど。とにかく二人のことを聞き込みしてみよう。待て、よそ者、どこに行く気だ。どこと聞かれると困るな。ここは初めてなんだ。お前こそ何か用か。怪しいよそ者を見つけてやっつけるのが俺の役目だ。私たちは怪しいものではありません。ここには人探しに。黙れ。俺が怪しいと思ったからお前らは怪しいんだ。そんな無茶苦茶な。こいつは話したいんじゃなく腕っぷしを見せろって言ってんだよ。いいよなライザ。お好きにどうぞ。よし、じゃあやるか。よう少年、俺が勝ったらフォーレって場所に案内してくれねえか。勝てたらな。うわ、ディアンが負けた。あの暴れん坊が。信じられん。こんなもんでどうだ。わかった、俺の負けだ。